まあ、キャンプも折り返してこう終盤の方に入ってきましたけれども、まあ、ここまで自身のまあコンディションとか、まあ、チームの状況どういうふうに捉えてますか？そうですね、やっぱ自分は、コンディション徐々に上がってきているので、まあ、あとまあ試合が、まあ、ここから中1日で入るんですけど、まあ、そこで最後、追い込んでっていうか、まあ、自分の調子もチームの調子も、まあ、見ながらやっていきたいなと思ってます。まあ、チームは、すごい戦術的にも、まあ、自分たちがやりたいことをやれてると思いますし、まあ、そういう練習をしているので、まあ、それあとゲームで出すだけだと思ってます。割とチームの指導の段階では、まあ、そこまでこう具体的ではなかったのかなと思ってたのが、ここに来てこう具体的な攻守においてこう指示が出てき始めてるなというふうに感じるんですけど、選手はその辺どう捉えてますか？そうですね、まあ、ミーティングでも、まあ、自分たちのやりたいことっていうのは、まあ、監督が、まあ、常に言ってるので、まあ、それをあとはピッチで体現するだけと思ってます。残り実戦2試合もあります。残りのキャンプの中で永田選手がこう追い求めたい部分というのはどういう部分になりますでしょうか？そうですね、まあまあ、お互いの特徴っていうのをもうちょっと出し合って、まあ、コミュニケーションを取りながら、まあ、結果につながるようなアシストだったり、まあ、ゴールっていうのは狙っていきたいと思ってます。